はい、どうも皆さん、こんにちは。キリアスオーチでございます。本日はですね、ちょっと一日ちょっとね、待たせていただき、誠に申し訳ございません。ということで、本日は、今期、2021年春アニメをね、一話だけちょっと見たんですけど、その中で、まあ、中で2、3話ぐらい見たんですけど、それで、見て、自分がおすすめするアニメを5選選んできました。いや、でもね、ほんとアニメ見るの結構面白くて、やっぱ時間経つの早くなりますね、本当に。いや、本当に今期もいいアニメが結構あって悩みました。はい、ということで早速ですがやっていきましょう。で、まず1個目はこちら、不滅のあなたへ。不滅のあなたへはね、まあ、そういう主人公が最初玉なんですよ。それで触れたものに実体化をすることができるってやつなんですけど、で最初石だったんですけど、その時に死にそうになった狼が触れて、その狼になったんですよ。でその狼の飼い主と一緒に旅をしてたけど、結局その男の子も死んじゃって、怪我して死んじゃって、それで触れたらその人間になったんですけど、でそこからまあ2話以降が始まるんですけど、そのね、少年とかの感情が、これはまた本当に良くて、めちゃくちゃ面白かったんですよ。本当に面白くて、正直もうなんか見てて泣きそうになりましたね。で、まだ2話見てないんですけど、2話からその少年の姿になったその主人公が、いろんな人を触れ合っていくっていう、展開なんですけども、これはまた面白い。で、ちなみになんですけど、調べてびっくりしたのが、その不滅のあなたへ、放送局、Eテレでした。Eテレで毎週金曜日の、10時半か11時半だったかな。で、そこにか、それで放送局、なんとEテレなんで、じゃあ、だいぶ見やすい環境にはあると思うので、全国放映なんでね。なので、皆さんもぜひぜひ見てはいかがでしょうか。本当に面白いんで。で、次、2つ目こちらはね、3話まで見ました。第3話まで見て結構面白いなと思って見たんですけど、こちら、カードファイト、ヴァンガード、オーバードレスです。はい、ヴァンガードもね、新シリーズ始まったんですけども、いやーでも本当に、ヴァンガードね、僕愛知くんの世代、初代を見たんですけど、見てて、あと G が、まあバイトとかもあって見れなかった時もあって、で、リメイク版、原作版の愛知のやつも見て、で、新エモン編も見ました。で、IF だけ見てないです。ですけど、あと、ネオメサイヤの方も映画の方も Amazon プライムで見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて。で、今回が完全新作ってことで、おそらくこの愛知くんたちとか、新藤黒野とかは関係ないストーリーになってきます。で、本当に、で、それで、主人公が、夜の遊園地ってところで、カードファイトをしてるところに、行くんですけど、そこで、ヴァンガードについて触れていくっていうのがあったんですけど、1話、2話がちょっと微妙だったんですよ。で、3話まで配信されてて、見たんですけど、3話がやっぱ強者をね、特訓のうちに戦っていくっていうのがあったんですけど、これはまた面白くて、これはまた本当に、やっぱり、強者を打ち倒して勝って、いや、勝って勝利していって楽しさを覚えていくっていう話なんですけど、こりゃまた面白くて、いや、やっぱヴァンガードってこうじゃないとって思いますね。で、じゃあ4話以降が今からちょっと楽しみです。では、3つ目がこちら、SS ダイナゼノンです。これ、ダイナゼノンは僕の完全な趣味です。特撮、原作がグリッドマンなんですけど、こういうロボット系のアニメ、大好きなんです。いや、本当に大好きで。なんか、SS グリッドマンとか見れなくてちょっと後悔してるんですけど、で、ダイナゼノン見たんですけど、人間ドラマとしても結構いい話ではありますし、ロボットアニメとしてもこれまたいい。かっこいい、ダイナゼノンが。もうね、そのこと一言に尽きる。まあでも本当にね、面白いんで、
もうぜひ、もうロボット好きな人はぜひ見て。で、以上がね、3つ目、ダイナーゼノンです。で、4つ目がこちら、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。これなかなか面白いなと思って。で、この作品のあらすじは、その吉田って人が、振られて焼き咲きの帰りに、電柱の女子高生が座ったんですよ。で、その女子高生は、やらせてあげるから止めてって言ったんですけど、さすがにそうしたくないって、そういうの嫌だっていうのもあったんですけど、結局止めたんですけど、条件が家事をするのを条件にっていう、条件に止めてやるっていう話なんです。で、それがきっかけで、その温かい、なんか、深田くんも切なくも温かい、そういうストーリーが始まってくっていう感じなんですけど、なかなか面白いです。こういうね、やっぱり、フィクションだからこそできること。それがやっぱいいですね。僕、本当に、で、その、さゆちゃん、メインヒロインなんですけど、めっちゃ可愛いなと思って。ちょっと、押したかもしれない。今期の中で結構好きなキャラですね。でも正直な話言うと、そこからね、どういう風に、ね、そういう温かい生活を送っていくのかっていうのもちょっと楽しみですね。で、まあ、こんな感じ。で、4つ目がね、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うでした。で、最後、で、5戦目、こちら、エデンズゼロです。はい、エデンズゼロなんですけども、僕は原作を2巻まで持ってて読んでるんですけど、今、確かギャオで無料配信されてて、そっちの方で見てるんですけど、そっちの方で今2話まで配信されてて、めちゃくちゃ面白かったんですよ。原作読んでたんで、なおさらなんですけど、入り込めて結構面白かったです。本当に原作読んでる人は、あ、こんな展開だったよねってのもあったんですけど、寺島さんの演技がこれまた良くて。ですし、第2話がそのハッピーの話ではあったんですけど、釘宮さんが相変わらずのいい演技してくれるから、正直な話言うとめちゃくちゃいいですね。本当に僕の中では結構好きな作品であります。原作の中でもね、好きなんで、今後買っていきたいなと思ってる作品でもあります。なのでね、本当に、真島ヒロ先生好きな作品は、ぜひもうハマると思うので、ぜひ見てください。はい、ってことで以上が、今期の中で好きなアニメ5選になります。いかがだったでしょうか。いや、本当に僕が本当に面白くて、この今回紹介した話の中でもめちゃくちゃ好きな作品の一種である、のうちの何個かであったんで、本当に面白いです。やっぱアニメはね、いい。まあ今後もね、こういう形でアニメについても紹介していきたいなと思います。Amazon プライムとか入ってるので、ちょっとおすすめアニメとか紹介していけたらなと思います。で、今後もね、ラノベ漫画の感想の方も引き続きやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ってことで以上、キリガーソイチでした。また次の動画もお楽しみに。はい、ということで、ここから補足動画なんですけど、先ほど5000って言ったんですけど、先の動画では。すいません。ちょっと、6000になります。ちょっと、1個付け足させてください。それがこちら。はい、86でございます。86ね、原作前2巻まで持ってたんですけど、これね、戦争の中で、友人の無人機と言われるレギオンの中で、その86っていう戦いと、その司令官の、レーナっていうこの、その話なんですけども、これはまたね、86の扱いがほんとひどくて、ああいうの見てると本当に、ちょっと戦争、その戦った人たちのことを豚って呼んだりとか、正直ああいう差別とかも一番僕嫌だったんですけど、そういう戦争のね、儚さとか、命の大切さとか、そういう人との交流の、86内の交流とかはあるんですけども、それでの話、そういうなんか人間関係の話とか、そういうのもあって1話からもう本当に見入っちゃいました。正直原作売らなきゃよかったな。ちょっと後悔します。ちょっとね、まあ
正直ああいう戦争も好きな人にはともハマるアニメだと思うのでぜひ見てくださいってことでね、今回今の86を含め6戦になります。なのでちょっとね突き立たせていただきましたってことで、また次の動画もお楽しみに。